日本共産党の宮本武史です。いよいよ今日から地方創生3法案、地方分権一括法案、地方再生法、地域再生法改正案および国家戦略特区改正、法案改正案の審議が始まりました。今日は地方分権に関わって今最もホットな話題であります大阪市における住民投票について質問したいと思います。で、石破大臣はですね、3月27日の党委員会で自民党の渡嘉敷議員が大阪都構想について目的と手段を取り違えている、統治機構を変えれば全部がバラ色になる、そんなことは絶対ありえないと、こう指摘したのに対して、手段さえ手に入れば全部うまくいくんだというような、そういうような錯覚に陥ってはならないとご答弁されました。まず確認いたしますが、この認識は変わっておられませんね。石破国務大臣。全く変わっておりません。委員長。宮本君。しかし橋本氏と大阪維新の会はですね、大阪都で大阪の未来はバラ色と何もかもうまくいくような、そういうことをおっしゃっております。二重行政の無駄をなくせば年間4000億円の財源が生まれると、こう一方的に説明をされております。まず大阪府と大阪市の間に二重行政の無駄というものがそもそも存在するのかという問題であります。今日は資料1にですね、大阪維新の会のビラをつけておきました。二重行政解消のための改革として、大阪市民病院と府立病院の統合、大阪市立大学と大阪府立大学の統合等々が掲げられております。そこで今日は文部科学省に来ていただいておりますけれども、まず確認いたしますが、大阪市立大学と大阪府立大学はそれぞれ独自の歴史と伝統、役割を持ち、大阪で重要な役割を果たしてきたと私は思います。文部科学省はそのどちらか一方がですね、無駄だと考えておられますか。文部科学省吉本大臣官房審議官。お答えいたします。公立大学は制度上地方自治体が設置するおよび管理するものでございまして、その存在意義につきましては設置する地方自治体が主体的に判断するものと考えているところでございます。ご指摘のように大阪府内には大阪市が設置する大阪市立大学と大阪府が設置する大阪府立大学の2つの公立大学がございますけれども、両大学はそれぞれの機能、特色、歴史的な経緯を踏まえて多様な教育研究活動が展開しているものと認識するでございます。委員長。宮本君。当然です。全国に都道府県立大学と政令市立大学の両方を持っている県は大阪以外に北海道、神奈川、愛知、京都、兵庫、広島、福岡と7道府県あります。愛知や京都は府県立2大学、政令市立1大学、福岡に至っては県立3大学、政令市立1大学、合計4大学存在しております。重ねて聞きますけれども、大阪市以外からこれらの大学が20、30行政であり無駄だという声が上がっている事実がありますか。吉本官房審議官。お答えいたします。文部科学省に対してそういうふうな、同一県内に、複数の設置したいの公立大学について、二次行政というふうなご指摘をいただいているところでございません。委員長。宮本君。一つもないということであります。当然であります。大体大学が無駄だという議論がどこにあるかと言わなければなりません。東京では首都大学東京一つではないかというわけですけれども、東京は条件が全く違います。重ねて文科省に聞きますけれども、東京に国立大学は何大学ありますか。吉本大臣官房審議官。お答えいたします。東京都内に設置されている国立大学は12大学ございます。委員長。宮本君。首都であるからこそ東京には国立大学が11大学も存在いたします。大阪には大阪大学と大阪教育大学たった2つなんですね。次に図書館についてもですね、大阪維新の会は
大阪府立図書館と大阪市立図書館が二重行政だと、こうおっしゃっております。しかしこの2つが隣り合って建っているというのであればともかくですね、それぞれ別の場所に建てられております。市立図書館のうち最大規模のものは大阪市立中央図書館でありますけれども、これは大阪市西区に、大阪府立図書館はもともと北区中之島にありましたが、今は大部分が東大阪市、こちらに移っておりまして、大阪市外に移転をいたしました。これも文部科学省に確認をいたしますが、図書館が住民の身近に数多くあるということは、もちろん先ほどの答弁のとおり、自治体が判断するものでありましょうけれども、文部科学省として、障害学習推進上、良いことだと私は思いますけれども、いかがですか。吉本官房審議官。あ、失礼、徳田大臣官房審議官。お答えいたします。図書館は国民の教育と文化の発展に寄与することを目的としておりまして、図書館の設置や運営のあり方については社会教育のための機関として住民に対して適切な図書館サービスを行うことができるよう、それぞれの地方公共団体によって地方の事情に応じて判断されるべきものと考えております。委員長。宮本君。ここに東京の図書館の資料をいただいてまいりましたけれども、東京都はだいたい中央図書館と多摩図書館と都が2つの図書館を持っております。区が持っている図書館に至ってはもう膨大な数あるわけで、もちろん図書館の数というのは住民の身近に大いに役立つものが必要なわけですね。次にスポーツ施設を聞きましょう。先日スポーツ庁の設置法案、この質疑でも私は指摘をしましたが、大阪維新の会の皆さんは府立難波体育館と大阪市立中央体育館が二重行政である、こう主張されております。しかしこの2つの施設は、府立体育館は主にプロスポーツの利用が多く、市立中央体育館はアマチュアスポーツのメッカとして役割を果たしてきました。これ一つにまとめてしまいましたらですね、大相撲大阪場所の間は体育館が使えないということになってしまいます。質疑でも正しましたけれども、これらのスポーツ施設はスポーツ基本法の立法趣旨に照らしても決して無駄ではありませんね。はい、久保スポーツ青少年局長。スポーツ基本法におきましては、国及び地方公共団体は国民が身近にスポーツに親しむことができるようにするとともに、競技水準の向上を図ることができるようスポーツ施設の整備等、必要な措置策を講ずるように努めなければならないと伝えておりまして、この趣旨を踏まえて大阪及び大阪市におきましても、地域の実情に応じて住民がスポーツに親しむことができる環境を確保する観点から、整備に取り組んでおられるものと考えております。委員長。宮本君。それぞれに独自の役割があるわけですね。次に二重行政を排除するという名目で、大阪府と大阪市の信用保証協会が統合されました。府内事業所の 46% が集まる大阪市が信用保証業務を行う、独自に信用保証業務を行う意味は小さくなかったと私は思います。全国には神奈川県と横浜市、川崎市であるとか、愛知県と名古屋市など県と政令市の両方が信用保証協会を置いている例は他にもあります。これらはそれぞれに重要な役割を果たしていると私は思いますけれども、中小企業庁いかがですか。中小企業庁佐藤事業環境部長。なったのか。お答え申し上げます。信用保証協会は各地域の発意などにより信用保証協会に基づく手続きを経ることで設立することができます。実際に各地の信用保証協会は地元の地方自治体関係者や商工関係団体等が中心となって設立されております。ご指摘いただきました4つの市の信用保証協会、これは神奈川県に2つ、横浜川崎、それと愛知の、名古屋市、あと岐阜県にございますが、につきましても、
昭和20年の前半に県の信用保証協会に先駆けて設置されたという経緯がございます。各地の信用保証協会は現在も地方自治体や地元の地域金融機関との緊密な連携をしながら独自な取り組みとして自らも事業者への経営支援に取り組んでいるというふうに承知をしております。委員長、宮本君、独自の意義を持って、仕事しているということでありました。大学、図書館、体育館、信用保証協会、大阪維新の会の皆さんが二重行政の無駄と主張されているものは、ことごとく二重でもなければ決して無駄でもないということが明らかになりました。結局唯一残ったものはですね、大阪市が建設した旧 WTC ビルと大阪府が建設した臨空ゲートタワービルという2つの超高層ビルの失敗だけであります。しかしこれはですね、二重行政の失敗ではありません。バブル型の無駄な大規模公共事業の典型であって、だからこそ我が党は当初からそのどちらにも反対をしてきたわけであります。この2つのビルは2つあるから無駄なのではなくてですね、たとえ1本だけでも無駄遣いだと私たちは言ってまいりました。今ではこれを推進してきた党派の皆さんも、維新が言う旧 WTC と臨空ゲートタワービルの失敗は二重行政によるものではなく政策の誤りによるものだと認めておられます。ところがですね、維新の会は資料2につけましたけれども、維新プレスという出版物で、これまで市役所の無駄遣いを許してきたのは自民党、民主党、公明党、共産党ですなどと書き、こともあろうに我が党までこの2つのビルの建設に賛成したかのような事実無根の宣伝を行っております。でこのビルはですね、もう一つ注意していただきたいのは、安倍内閣の与党である自民党や公明党を今申し上げたように攻撃しながら、下にはですね、安倍首相の1月27日の予算委員会答弁を引いて、政府はしっかりと都構想をバックアップしてくれますと書いてあります。石破大臣ね、こういう主張を政府はバックアップするんですか。石破茂国務大臣。これ総理が申しておりますのは、住民投票で賛成多数となればということを総理は申し上げております。でこれはあくまで住民の皆様方がお決めになるものなのであって、大阪の住民の方々が地域の主権者として権利を行使をされて、そうなったとすればということを総理は申し上げたわけでございます。でこれは私もそうじゃないので分かりませんが、政府として必要な手続きは進めると答弁、そこまでですから、そこまでは間違いない事実であって、そこから先のお話は大阪維新の会が総理の意向を忖度してお書きになったのではないかと推測をいたします。委員長、宮本君。はっきり申し上げてですね、徹頭徹尾事実をねじ曲げて、逆に反対する自民、公明、民主、共産、すべての党に対して、反対派の情報はすべて嘘と、こう不意調して、今、住民投票をやっている、ではどちらが嘘か、一つ一つ、これから確認をしたいと思います。今回の住民投票は、大阪党を作るものではありません。大都市地域特別区設置法に基づいて、政令市である大阪市を廃止して、5つの新たな特別区を設置することを問うものであります。高市総務大臣も先日5月12日、参議院総務委員会での答弁で、これによって大阪府という名称が変更されるものではないこと、この住民投票で賛成派が多数となった場合、大阪市は廃止されると明確に答弁されました。これは副大臣に、総務省の副大臣にお伺いしますが、この答弁は事実ですね。赤間総務大臣政務官。副大臣じゃなくて政務官で、すみません、はい、お答えいたします。5月12日参議院総務委員会で高市総務大臣が答弁したとおりでございます。委員長、宮本君。ところが資料3につけました、大阪に大きな力をと題された大阪維新の会のビラを見ていただきたいんです。協定書が住民投票で賛同されれば、矢印をして大阪都になると、まるでそれだけで大阪都が実現するかのように書いてございます。
また5つの特別区ができると書いてはありますけれども、大阪市が廃止される、このことには一切触れていないわけですね。これは総務省に聞きますけれども、これは住民投票の説明としては極めて不正確ではありませんか。総務省時沢大臣官房審議官。お答え申し上げます。総務省といたしましては、国に提出されました協議書につきまして同意を与えるべく、その中身について詳細に判断をしたところでございますけれども、その後の広報等につきましてコメントする立場にはございませんので、コメント差し控えさせていただきたいと思います。宮本君。いやいや、しかしこのビラはですね、その冒頭に速報として総務大臣から大阪都構想の設計図の内容について問題なしとの意見が出されましたと、こう書いてありますから、あたかも総務大臣がお墨付きを与えたかのような表現になっております。このことについては先ほど答弁あったように、先日の参議院総務委員会でも高市総務大臣ご自身が明確に否定をされました。しかしそういう説明のもとで大阪都推進設計図が住民投票で賛同されれば大阪都になるのだとこのビラは書いてるんですが、これは不正確な説明だということでいいですね。時沢官房審議官。お答えいたします。大都市地域特別区設置法第10条におきまして、同法に基づき道府県に特別区が設置された場合、法令の適用につきましてはその道府県を都とみなすとされておりますが、同法には道府県の名称については特段の規定は盛り込まれておりませんで、仮に同法に基づきまして大阪府に特別区が設置されることとなった場合におきましても、大阪府という名称が変更されるものではございません。委員長。宮本君。極めて不適切な説明だと思うんですね。それで今維新の会の皆さんは、この5つの特別区というものは東京23区を上回る権限を持つ一般市以上の自治体ですと、こういう宣伝をされております。果たしてそうかと、これも総務省に確認をいたします。普通一般市であれば行う事務のうち、今回の協定書に特別区がやらないと定めているものがあると思うんですけれども、それは何ですか。時沢大臣官房審議官。大阪府大阪市特別区設置協議会が策定いたしました特別区設置協定書によりますと、通常市町村が処理する事務でございますが、都道府県が処理することとし、特別区が処理しないこととした事務といたしまして、下水道の整備管理に関する事務、用途地域等に係る都市計画の決定に関する事務、消防救急に関する事務が挙げられるところでございます。委員長。宮本君。当然一般市ならば行う事務のうち、特別区にはできない、やらない事務は厳然としてこうして存在するわけですね。到底一般市以上などと言えないことは明らかだと思います。今大阪維新の会の人たちは、私たちが大阪市を廃止して5つの特別区に分割したら税収が4分の1に減ってしまうと指摘していることについて、これについても全部嘘だと言っております。財政調整交付金の話を持ち出すわけですけれども、調整交付金は税収とは言いません。正確を期するために確認をしますけれども、平成25年度決算で大阪市の税収は市町村税の合計でいくらか、仮に大阪市を廃止して5つの特別区にした場合、特別区が直接徴収することになる市町村民税は平成25年度決算額から計算すればいくらになるか、そしてそれは現状大阪市である場合の何パーセントになるか、自治税務局からお答えいただけますか。平島自治税務局長。お答えを申し上げます。まず平成25年度決算額で大阪市の市税収入は約6411億円となってございます。
で今回 の, そのもしなった場合にどうなるかというのは、まあ、それぞれその後にどういう超過課税をするかとかもございますので、断定的には申し上げられませんが、現行の都の特例でいきますと、特別区財政調整交付金の対象となる普通である法人の市町村民税、固定資産税、特別土地保有税を、都は特別区の損する区域において課するものとするとされておりまして、また目的税である事業所税、都市計画税を課することができるとされております。これを今現行のまま分割されるといたしますと、特財政調整交付金の対象である普通税で約3924億円、目得税で790億円となります。よって現在の大阪市の税収のうち、特別区の税収となるものは約1689億円、その税収に対する割合は約 26.3% となるところでございます。委員長、宮本君。約 26.3%、 4分の1になるということですね。税収で論じるならば紛れもなくそういう数になる。これはまさに事実が確認されました。残りの4分の3は大阪府が徴収し、財政調整交付金として特別区に戻すというわけですけれども、これとて全額ではありません。さらに大阪が東京と単純に比較できないのは、東京都は地方交付税の不交付団体であるのに対して、大阪は大阪府も大阪市も交付団体であるということですね。普通地方交付税の交付額は平成26年度で大阪府に2745億円、大阪市には357億円、国から直接交付されております。これが5つの特別区になったら、この357億円の地方交付税、大阪市に交付されている交付税は国から5つの特別区に直接入るということになりますか。橋本大臣官房審議官。お答えいたします。大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づきまして、特別区を包括する道府県は地方自治法をはじめ法令の適用上都とみなされることになります。ご質問の地方交付税の取り扱いですが、地方交付税法の規定によりまして、特別区を包括する道府県および特別区にかかる基準財政需要額と基準財政収入額を合算して算定する制度、これは現行の特区合算制度と言っております。これが適用されまして、この合算して算定された交付税は当該道府県、今回では大阪府に一括して交付されることになります。なお地方自治法におきましては、都と特別区および特別区相互間の財源の均衡化を図る観点から、特別区財政調整交付金制度が設けられており、この制度も適用されることになると承知をしております。以上です。委員長。宮本君。一般市はもちろん、どんなに小さな村でも地方自治体というものは国から直接地方交付税交付金を受け取る権限を持っております。しかし特別区になればですね、それすらない。まさに一般市以下の半人前の自治体だと言わなければなりません。先日の参議院総務委員会の質疑で高市総務大臣は、一旦この大阪市を廃止して特別区を作ってしまったら後で失敗だったと、もう一回政令市に戻りたいと言っても今の法律上ではできないということでよいかと問われて、そういうことになりますと明確に答弁いたしました。ところがこれについて大阪維新の会は資料4につけましたけれども、自身のホームページで地方自治法281条4の規定を根拠に特別区の配置分合が可能とされていますので、特別区を市に戻すことや政令指定都市になることは可能だと主張しております。しかし地方自治法281条4の規定は特別区同士の合併や境界線変更のことを定めているのであって、特別区が一般市や政令指定都市になることを可能にした条文ではないと私は考えますが、自治行政局の答弁を求めたいと思います。時沢大臣官房審議官。地方自治法281条の4の規定でございますが、これは市町村の配置分合を伴わない特別区の配置分合等の手続きを規定したものでございまして、特別区を廃止しその区域に新たに市町村を設置する手続きを規定したものではございません。委員長。宮本君。改めて重ねて確認しますけどね、現状で
この特別区、東京23区も含めて特別区というものがですね、一般市や政令指定都市になる、そういう道は、方法は法律上存在するんですか。時沢官房審議官。お答えいたします。現行法上特別区を廃止し、その区域に新たに市町村を設置する手続きは設けられておりませんで、大都市地域特別区設置法に基づき特別区を設置した後に特別区が市町村に戻ることは現行法できないことでございます。宮本君。法律がないんですね。やりようがないんです。一方通行なんです。特別区というのはもう作れば最後、その先の法的な規定はないわけですね。ですから あさって投票で問われていることというのはこれだけ重大なことだということを申し上げなくてはなりません。後戻りできないと私たちが言うのに対しても、これ全部嘘だという宣伝が大阪ではやられておりますよ。ではこの二度と元には戻れない大阪市廃止、住民投票が賛成多数で可決されて5つの特別区が廃止されたその場合ですね、その後に大阪市に隣接する例えば堺市や吹田市や八尾市などが分割せずに丸ごと新たな特別区になろうということになった場合、今回のような住民投票は必要でしょうか。時沢大臣官房審議官。大都市地域特別区設置法によりまして特別区を設置した後に追加的な特別区の設置により従来の市町村の区域が分割されない場合につきましては、同法13条2項の規定によりまして道府県に特別区を設置する手続きのうち住民投票を実施することは求められておりません。委員長。宮本君。実はあさっての投票は大阪市民だけが投票するんですけれども、これは大阪市だけの問題じゃないんですね。これで特別区と なった場合にはですね、その他の町では今度は丸ごと特別区に後で合流しようという時にはもう住民投票すら必要ないとい こういう法の仕組みになっているわけです。しかし堺は大きいから分割せずに丸ごとってことはなかろうというかもしれませんが、いいですか。丸ごと特別区になった後、この丸ごと特別区になった特別区が2つ3つに分けるという場合はですね、先ほどの地方自治法281条4の規定によってまさに配置分合ですよ。後からならば分けられるわけですから、つまりあさっての投票で大阪全体にとって他の町も他人事と言っておれないことが決められようとしている。これが私は実態だと思うんですね。私はこういうものについて本当に大阪全体の人たちに知らされているのかと、ましてや大阪市民に対して正確な情報が提供されているのかという点では極めて疑問が残ると私は思うんですけれども、最後に今日のこの審議を聞いていただいて石破大臣どういうご感想を持ちかをお伺いをして私の質問を終わりたいと思うんですが。石破国務大臣。感想を述べる立場でもないのですが、院がご指摘のようにどうも、投票ですからの選挙のような色彩もないではない、だからこうデフォルメしたようなお話があるのかもしれない。今院と政府参考人とのお話を聞いていてもこのビラとの齟齬というのがある。ではそこをどのようにしてきちんと判断材料として正確なものを提供するのかということは極めて重要なことだと思っております。私はどっちがいいとか悪いとかいうつもりは全くありませんで、それはもう住民の方々がお決めになるものですが、少なくとも正確な情報に基づいてご判断をいただくということがなければ住民投票というものがその意味をなさないのではないだろうか。正確な情報に基づいてご判断をいただくということは主権者に対して実際に投票を行う立場のものが果たすべき義務なのであって、これがまだ今日明日とあるわけでございます。正確な情報に基づいて住民の方々の判断がなされるということが何よりも肝要だというふうに感じた次第でございます。はい、宮本君。こんな、まさにね、正確な情報が必要だと、まさに極めて恣意的な情報を振りまいて反対派の言うことは全て嘘だとデマだと決めつけて
二度と元には戻れない大阪市廃止解体の片道切符を大阪市民に売りつけることは断じて認められないということを申し上げて、私の質問を終わります。